地図赤い城、または、ラールキラーは、インドのデリーにある、ムガル帝国時代の城塞。デリー城とも。なお、インドで赤い城といえば、同じく帝国時代に築かれたアーグラ城塞を指す、場合もある。毎年8月15日のインド独立記念日には、ここで、首相演説が行われる。1785年時のラールキラームガル帝国第5代、皇帝シャージャハーンが、 アーグラからントし自らの名を冠した神と、シャージャハーナーバードにおける巨像として築いた。1639年から9年をかけて1648年に完成。名称の由来ともなった城壁の赤色は、建材として用いられた赤砂岩のものである。1857年のインド大反乱の時、イギリスは軍の駐屯地として接収した。 弊舎が建設されるなど、木打ちは大きく作り変えられた。インドの独立後も、近年まで、軍の施設として使用されていた。2007年に、隣接する、サリームガル城と合わせて、赤い城の建造物群として、ユネスコの世界遺産に登録された。ラホール門内のチャッタチョー区は、宮廷の女性たちのためのショッピング街であったといい、現在は土産物屋が並ぶ。 ラホールモンディワーニカースこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された赤い白のパノラマ中庭の建物群の眺め。ありがとうございます。